弱い方の製薬エキスの抽出の仕方のご紹介をしようと思います。それではマリコチャンネルスタート。今日は製薬エキスの抽出の仕方、そしてお化粧水の簡単な作り方のご紹介をしようかなって思います。今日ご紹介するのはアロエからなんですけれども、製薬からアルコールフリーで有効成分を抽出するやり方をご紹介いたします。先に抽出の仕方からご覧ください。アロエのお化粧水の作り方をご紹介します。アルコールフリーのブチレングリコールのアロエエキスになります。ベジタブルから抽出したグリセリン、これじゃなくてもドラッグストアにグリセリンを置いてますので、それでもいいです。そして精製水、そしてボトル、まずはグリセリンから入れていきます。今日は 100ml のお化粧水を作りますので、グリセリンが 5ml、 使い捨てのスポイトで必要な分だけ取るようにしてます。それか、消毒したスプーンでも大丈夫です。 5ml 入れていきます。グリセリンとアロエエキスを合計で 10ml 入れたら、大きなカップに移していきます。そしたら今度は精製水を入れていきます。 100ml まで入れていきます。どうする、よいしょ。お化粧水できましたけれども、もう少し保湿成分を上げたいっていう方は、私毎回入れてるんですけど、このマンデムーンさんのコメセラミド、これは角質層の中にあるセラミド、保湿成分を上げてくれるアイテムになります。これを 0.1g、 そしてヒアルロン酸、これも0.1 から0.2g 入れるようにしてます。ヒアルロン酸はとろみをつけてくれる効果があるので、お化粧水をお肌にのせた時にお化粧水が空気中に蒸発するのを防いで、お肌に水分をとどめておいてくれるような役割をします。これもお好みで入れたり入れなかったりしてもいいかなって思います。今日は一番ベーシックなお化粧水のご紹介をしました。よかったら応用編として使ってみてください。アルコールフリーの敏感肌用アロエエキスのお化粧水が完成しました。
アルコールフリーの抽出機材として今回はこのブチレングリコールというものを使用させていただきました。で、もともと製薬からエキスを抽出する方法っていうのがお水ですとかお湯から抽出する方法、そしてオイルから抽出する方法があります。で、お水から抽出する方法は製薬の持つ水に溶ける有効成分だけが抽出できる。そしてオイルから抽出する方法っていうのは油溶性油に溶ける有効成分だけを抽出する方法になります。そしてこういったアルコールはその水溶性と油溶性両方の有効成分を抽出することができます。そしてアルコールから抽出する時の注意事項としては比較的ですねアルコール度数が高いものを選んでいただくようにしてます。日本酒ですとかワイン、そういったアルコールっていうのは発酵してのアルコールになりますのでアルコール度数っていうのがそんなに高くありません。ただしこういった蒸留酒はアルコール度数が比較的高めになります。で、抽出機材として適しているのはアルコール度数が 40% とか 50% のものがたくさんの有効成分抽出できるっていうことでおすすめしております。その中でもホワイトリカーですとかウォッカは無味無臭になりますのでお化粧水作りのエキスの抽出機材としては特にアルコールの中でもおすすめかなって思います。もしくは先ほどご紹介したようにこれは日本酒、日本酒はさっきも申し上げましたけれども発酵してのお酒になりますのでアルコール度数はそんなに高くないんですよね。14度。ただなんで私が日本酒で抽出することがあるかっていうと日本酒は麹酸、美白成分の天然の麹酸がたっぷりと含まれてますので製薬の有効成分の抽出力っていうのはそんなには高くないんですけれども製薬の有効成分を抽出しながら日本酒が持っている美白成分麹酸っていう恩恵も受けられるっていう。なので私は日本酒で製薬からエキスを抽出することもあります。なのでもう好みですね。有効成分も最大限に抽出したいっていうことであればアルコール度数高いもので抽出すればいいしやっぱりその美白も欲しいっていう方は日本酒も大吟醸とかありますけれども本当にシンプルなもの純米酒を選んでください。そしていやいやそもそもアルコール自体がお肌に合わないんですっていう方ででも私も製薬とかハーブとかそういったものからエキスを抽出したいっていう方あります。ブチレングリコール私が取り寄せてるのはお野菜とかベジタブルから作られてるブチレングリコールっていうものになります。これもアルコールと同じで製薬の油溶性も水溶性もどちらとも有効成分抽出することができます。またグリセリンほどはないんですけれどもこのブチレングリコール自体に保水能力がありますのでお化粧水に入れるには保水もしてくれるし製薬のエキスもたっぷり含まれてるっていうようなエキスに仕上がります。なので私はお客様相手にワークショップをしてるんですけれどもそのワークショップで使用するハーブですとか製薬のエキスはアルコールではなく全てこちらのブチレングリコールで抽出したものになります。それぞれの肌タイプで機材選びをされたらいいかなって思います。はい、いかがだったでしょうか。今日はアルコールがダメな方でも製薬からエキスを抽出して手作りの化粧水ができますよっていうご案内をさせていただきました。結構やっぱコロナでおうち時間が増えてやっぱり一つ一つ生活を丁寧に過ごしていこうっていう考え方の方が増えてきたのかなって思います。食と同時にこういったお化粧水も私はもう絶対に自家製をおすすめしたいので
そういったの興味がある方、チャンネル登録をよろしくお願いします。それでは、マリコチャンネル、また来週木曜日、バイバイ。